それでは代表質問の方からお願いいたします。代表質問させていただきます。テレビ朝日の斉藤です。お願いします。お願いします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、僕全日本を初めて優勝したんですけど、前々からこう決勝戦には行っててなかなか勝ちきれずにここ8年ぐらいいたんですけど、やっと全日本優勝できて、今すごいちょっと気持ちの整理があんまりついてなくて、喜んでいいのかこうどう表に出していいかすごいわからない状況なんですけど、今こうしていざこう取材というかみんなの前に立った時に、あ、優勝したんだなと思って今すごい嬉しい気持ちです。優勝できた要因というのはご自身の中でどんなところだったんですかね。そうですね、やっぱりこう前までは負けちゃいけないっていうので結局置きに行った、全然攻めずにこう点数を取らせないけど自分も取らないっていうレスリングばっかしていたんですけど、こう今回セコンドついてくださったコーチに、もうそういうレスリングじゃなくてこう行くときは行くし行かないときはとことん行かないっていうメリハリをつけろっていうことで言われて、その時に僕はもう前までだったら行くとこも行けずにビビってたんですけど、そこをちゃんと行けたところが勝利でのまあつながったのかなと思ってます。その中で決勝でご自身の中で見えてきた課題などありますか。やはりこうどうしても勝ってる状況でもこう冷静さをまだちょっと保てないという部分で、やっぱ焦ってしまって逃げてしまうとか足がどうしてもバタついてしまうという部分があって、やっぱ強い選手っていうのは勝っていてもこうしっかりと落ち着きがあってどっしりとして構えてる選手が多いなと思うので、僕ももっと焦らずにもっとドンと構えてレスリングをしていきたいなと思いました。ありがとうございます。今後の目標を教えてください。今回非階級ってことで、まあ、ちょっとオリンピックへの道はないんですけど、今後来年の6月の明治杯に向けて、まあ、オリンピック階級フリースタイル86キロ級か、まあ、もしかしたらグレコローマ77キロ級に出場するかもしれないので、そのどちらかで照準を合わせてやっていこうと思っています。ありがとうございます。代表以上とさせていただきます。お願いします。おめでとうございます。共同通信の篠と申します。ありがとうございます。今のそのメリハリをつけるレスリングで、まあ、行くとこは行くっていうレスリング、結果決勝もこう無失点っていう形でそのディフェンスの部分でも、ね、こういい効果があったのかなと思うんですけど、そのあたり実感いかがですか。そうですね、やはり今回はちょっと刺しという動きが結構多くて、この刺しの時にやはりいつもだったら止まってしまって、でこのまままたアップというか正面で始まりっていう感じになったんですけど、やっぱそこで刺した状態がもう一個足を出して前に出ていくっていうので、そこがやはり1点2点と塵に積もって点数差が開いていたところで、相手が焦ってきたところをさらにもう一回バックを取って2点取れたっていう部分で、自分のペースをしっかりつかめたなっていうのはすごい感じました。あとワールドカップからあまり時間もなかったと思うんですけども、そのあたり調整とかっていかがだったんですか。そうですね、ワールドカップですごい今回世界チャンピオンに勝ったイランの選手とかとやったり、世界ランキング2位の選手とかと試合ができたので、逆にそこがすごいいい刺激になって、この選手たちとやったんだから僕も日本だったら絶対いい勝負できる、勝てるっていう自信が逆に持ってたので、まあ、調整という体の調整という部分では、まあ、少し時間が足りなかったんですけど、気持ちの部分ではすごいプラスになったので、そこはすごいいいなと思いました。やっぱ目指すもののこうなんかもっと上をこう見えたっていうのは。そうですね、やっぱ壁というか、やっぱ世界ではこうもっとがむしゃらにハングリー精神がやっぱ強いので、相手をもう倒すっていう気持ちが前に出て、もう少しのバッティングでもひるまない、それぐらいじゃもう全然止まらないっていう相手のやっぱ気迫があったので、そこがやっぱ肌で感じられたので、やっぱそれをちょっと意識しながら今回試合してみたりはしました。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、フジテレビの石武と申します。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。6月は、まあ、オリンピック階級に変えて出場するかもしれないということなんですが、はい、ご自身にとってオリンピックっていうのは、まあ、レスリングしている中でどういった大会、どういった存在か教えていただけますか。そうですね、まずオリンピックっていうのは小さい頃から夢でもありますし、こうやっぱアスリートとしてやっぱオリンピックっていうのはもう出場するだけも憧れというか、こうもう僕の中では一つもうなんて言うんでしょう、もう
尊敬リスペクトの塊なので、まあ、そこに自分が逆に立ててちょっとこうすごいリスペクトしてもらえたらいいなっていう今それでちょっとやってますね。出場期待してます。ありがとうございます。続けてよろしいでしょうか。では山崎選手ありがとうございました、はい、ありがとうございました。